米沢商業高校主将加藤壮です。1年間バッティングを中心に練習し、打てるチームになるように頑張ってきました。部員数16人の米沢商業、明るく楽しく元気をモットーに打力強化に取り組んできました。和田陽監督も手応えを感じています。3年生の子が辛い練習でも中心になって声出してくれるので、練習が自信につながっている部分は多いと思います。チームを支える3年生は8人、1年生からレギュラーとなった経験豊富な選手も多く頼れる存在です。選手たちを支えてきたのはマネージャーの一人、3年の広井海さん。2人の兄も米小野球部で活躍し、努力する大切さを学びました。帰ってからも自主練とかもしてたので、その姿を見てマネージャーとして何かできることを探したいなと思いました。みんなの笑顔に支えられながら頑張ってきた日々がすごく宝物です。全員野球で山形大会に挑む3年生の決意です。斉藤智也です。自分のバッティングでチームを引っ張れるように頑張ります。長谷部俊也です。大会ではノーエラー、そしてヒットを必ず出すということを目標に頑張っていきたいと思います。原田光成です。自分のピッチングでチームを一勝でも勝てるように頑張っていきます。佐藤幸です。自分は今までバッティングを中心に頑張ってきたんで、つなぐバッティングをできるように頑張ります。大島幸喜です。大会では自分らしいプレーでチームの役に立てるように頑張ります。マネージャーの広井海です。選手のみんなが高校野球の集大成として良い締めくくりを迎えられるように、マネージャーとして精一杯頑張ります。マネージャーの渡辺彩乃です。最後の大会、悔いが残らないよう選手のサポートもしつつ、マネージャーの仕事も最後まで頑張りたいです。加藤壮です。3年間やってきたことを自信にしてチームを引っ張って頑張っていきます。